街の人に聞きました。あなたはどれぐらいの頻度でマスクを交換していますか仕事のとまと、まあ、外出する時はまはあ、とりあえずしとこうかなっていう,う感じで。マスクを変える頻度とか、捨てる頻度っていうのは、どうですか、まあ、1日1回ぐらいですね、はい、えと1回、1じは捨てずに、やっぱりちょっと何回かしてから捨てる。 感じになりました。はい、あれ以降ははい。それって火をまたいでと、はい、またいでもちょっと使ったりしますけ、ね、ど、気にならん限りは。あんまし変えないですね。一 <laughs> 週間に一回ぐらいは買えるけど、一日では捨てないですね。<laughs> まああんまし長時間してないんで。二千二十二年の調査ではマスク交換の頻度について毎日交換が五十三パーセントだったのに対し。 2、3日に1度交換も27%います少しの時間しか使わないもったいないなどの理由で同じマスクを日をまたいで使う人は少なくないようですマスクの交換頻度について医師の見解はやはりマスクは使用する時間が長ければ長いほど 表面にウイルスなどが付着する可能性が高まりますので、やはり環境によってはマスク表面についたウイルスは繁殖しやすくなると思いますので、定期的なマスク交換というのは感染予防上重要だと考えています。竹本医師は感染予防上清潔なものを使用するのが望ましく、たとえ数分数十分であっても毎日の交換を推奨すると話します。また。 場面に応じての着用でマスクの付け外しが増える中、注意すべきこととは。やはりマスク表面にウイルスなどの汚れが付着している可能性がありますので、それを触れないように取り外していただく、それが重要だと思っております。一方、不織布マスクについた菌についてはこんな研究結果も。近畿大学医学部の研究グループが、使用済み不織布マスクの内側と外側の 細菌、カビなどの真菌について調べた結果、内側に付着していた大部分は皮膚の常細菌などの通常病気を起こさない菌でしたが、外側にはセレウス菌という糞便の中にいる食中毒を起こす細菌も検出されたということです。また、マスクの使用日数が長いほどカビなどの真菌の数は増加。一方、細菌の数は増加しなかったということです。 意外と細菌の数って繰り返し2日3日使ってる人と1日で使い捨ててる人変わらなかったんですね。それは細菌が水分がないと生きていけない細菌がほとんどなので、つけてるとこう口からの呼気からの水分が結構あるので潤ってるんですけれども、外してその辺に置いたりとかで比較的乾燥が進んでしまうと、その時点でほとんどの菌死ぬからじゃないかなっていうふうに。 ただ、外側からは病気の原因になる有害な菌も検出されたことから、マスクの継続使用には注意が必要で、1日程度で交換することを推奨しています。ただ、外側と内側を間違って使ってしまうと、外側ってやっぱり糞便中の菌とかもついてる場合があったので、間違えて使うとちょっとなんか良くないことが起こることももしかしたらあるかなっていうのはちょっと。 マスクを外した直後に袋に入れて密閉すると菌が死なないケースも予測されるため一日の中で再使用する場合は外した直後に乾燥させることが重要だということです。